こんばんは、魔界闘士です。ゴールデンウィーク的な動画を作ろうかっこ意味不明。ということで、今回はバイオ4をデッドライジング風に改造をしてみたので、その紹介プレイです。PS2 版のバイオ4って、敵の出現数が9体までというのはご存知でしょうか？つまり、どこかでそれを制限しているということで、要するにそれを取っ払ってきました。また、敵が出現すると、出現済みフラグが立ちますが、それも無効に。その結果、敵がすっごい枠よ、という動画です。そして、チェンさんが7人兄弟ぐらい湧きましたよ。なお、この改造帳では、敵が大体30体まで湧きます。この30体は、PS2 のメモリ容量的な制限のようです。めっちゃやろ。ハンデとして弾が減らない仕様だけど許してね。マスクスの超新パワーで踊る。ということで、ご視聴ありがとうございました。